在チャンネルです今回はというか今回もなんですけど <laughs> <laughs> あの3回、えー、ロッキー山脈温泉のロッキーさんに来ていただいてお話をしていただいたんですけど実はちょっともうちょっと言い足りないっていうところと、はい、私たちももっと言ってほしいっていうところがありましたので <laughs> あの4回目、はい、なんと素晴らしい4回目があります。<laughs> <laughs> えー、ロッキーさんよろししくお願いしますロッキーですまたもや一日延長させていただきまして長いしております日本の温泉はいいですねもうすごい長いしたくなってしまいましてちょっとあの一日追加であれなんですけれども、まあ、次の映画「愛国女子紅武士道と」とこれはまあ日本にいらっしゃると日本の映画かなっていうまあ思われることがあると思うのでせっかくなので、えー、ロッキー三脈から アメリカからどういう,こうイメージであの思っているのかということをちょっと共有させていただければと思っております。まずですねまああのまあアメリカ大統領選では残念な結果に2020年はなりましたけれどもそうは言ってもやっぱり共和党も民主党も両方ですねやっぱり中国共産党に対すする危機感は募らせてますこれはもう両サイドそうなんですね。でその中、まあこの中こ 愛国女子っていうまあ日本でなていうんですかね愛国心を持って中国共産党に戦うための気運を高める映画っていうのが出るっていうのはですねアメリカ人から見るととっても心強いんですよやっぱり日本が立ってくれないとどこが立つんだっていうでもそうは言っても GDP 3位の国ですし仲間が欲しいわけですよねアメリカの方としてもなのでアメリカ人から見ると。 もう拍手喝采なな感じなんですよよく立ち上がってくれてるこの団体なんだっていうすごいなっていう我々アメリカ側のの方としししててはもすすごい楽しみにしる映画なんですこういうことをやっている日本の宗教だっていうといいねっていうアメリカ人からすると、まあ、あの感覚が出てくるようなあのイメージをちょっと持っていますのであのまあアメリカの方でも頑張って広めていきたいなというふうに思っております。 ここからはフリートートクですなんかあのー、エロヒムの映画がねすごくアメリカですごいこう大好評でで今度割と日本の映画なのでどんな感じなのかなって思っていたけどやっぱり今のお話聞くとねロッキーさんのねあのー、日本でまずすごく盛り上げないといけないっていうのはもちろんあってでそれがアメリカに の人たちがそういう目で見てくれてるっていうのを聞くと、なんかこの盛り上がることの使命感みたいながものすごくなんか今あの革新としてあのふに落ちたっていうかす素晴らしいそういうアメリカのね海外の人たちがそういう風に見てるんだなっていうのすごいあのありがたいですよねすごく良かったですありがとうございます。 あーロッキーさん情熱ああふれるお話ありがとうございましたあの日本もねもう海外以上にもっと頑張らなきゃって何せあの武士道っていうのはね日本古来のいろんな精神性のところであと騎士道とかなんかねあの総裁先生もよくそれはご法話でねお話しされるようにうん改めてなんかそういう。 思いよね、発奮する日本国民が発奮するようなきっかけとなる映画にあの宣伝しししてていいいいいきたたたなってすごごい思いまま、ねうん、ありがとうございました今のロッキーさんのお話でアメリカでは民主党も共和党も中国に対してすごい危機感を持ってらっしゃるっていうお話だったんですけど日本は大抵どこの政党も危機感がないんですよね。<laughs> といいううか目を背けててるっていうな,なんとなくなんかそこを見ちゃうと大変なことになるから見ないでおこうみたいな感じになってるっていうところがちょっとやばいところであの愛国女子でこう民衆の方っていうんですか国民の方からそういう機運を盛り上げていくと。 政党,ね、政党の方も変わっていくのかなっていうふうに思いますねで、まあ、自民党でね唯一なかった唯一というかちょほんのちょびっとのグループなんでしょうけど高市さんとかはなんかそんなことをおっしゃってるんですけど、うん、でもなんかまあね他の大勢がそう,そういう方向じゃないからなかなかあのそこを推進していくっていうこともまあできないんでしょうからやっぱり国民の方から。 もっと中国に対する危機を持ってでこう政治政治家をこう突き上げていくみたいな感じのことをしていくための映画になるといいなみたいに思いました、うん、ロッキーさんにはね3日間と今日のプラスして4日間ありがとうございました,ました素晴らしいお話をなんかホットなお話アメリカで今この今回のそのあこ今回じゃないや <laughs> 映画次のね愛国女子 の映画もそういう風に期待されてるってことなので、もう私たちもちょっとね、もうこれはやっぱり日本からこう発信していかなきゃいけないので、あの愛国的のポスターとかもね、さっきエロヒムのポスターでないんですけど、そんなのもうペタペタ貼ってね、ちょっと本当に盛り上げていきたいと思います。本当にありがとうございました。本日もお付き合いいただきありがとうございました。励みのチャンネル登録よろしくお願いいたします。